ケビン・バークはアイルランドスタイルのフィドル奏者。ケビン・バークは40年近くの間、アイルランド伝統音楽とケルト音楽の最前線で、ボシーバンド、パトリック・ストリート、ケルティック・フィドル・フェスティバルといった大きな影響力を持つグループで演奏やレコーディングを重ねている。熱狂に迎えられているソロアルバムに加えて、バークはクリスティ・ムーア、ミホールをどうなる ジャッキー・デイリー、そしてカル・スコットとの共演を成功させてきている。2002年、バークは全米芸術基金からアメリカのフォークトラット音楽における最高の名誉であるナショナル・ヘリテッチ・フェローシップを受賞した。ケビン・バークは1950年にロンドンにアイルランドのスライゴー県出身の両親のもとに生まれた。両親からアイルランド音楽への愛を受け継いで、 彼は8歳の時にフィドルを手にして、ジェシー・クリストファーソンに学び、ついにスライゴースタイルの超絶技巧を体得した。彼は頻繁にアイルランドに渡航して親戚を訪ね、スライゴーの地元の音楽に浸った。13歳の時、彼はアイルランド音楽グループと弾いた。彼は KD バンドグレンサイドに参加し、週末にはロンドン周辺の様々なアイリッシュダンスホールで、 演奏した。1966年、クレンサイドは、ロスコモン・ケンボイルで開かれたフラー・キョールの、KD ーーバンドコンペティションで演奏し、オールアイルランドチャンピオンを獲得した。1972年に、バークは、クレア・ケンミルタウン・マーベイのパブで、アメリカ人、シンガー・ソングライターのアーロ・ガスリーに会った。バークのフィドルに影響されて、ガスリーは、アルバムラスト・オブ・ザ・ブルックリン・カウ・ボーイズで、 バークと共演するためロサンゼルスに招いた。バークはアコーディオン奏者、ジョー・バークやフィドル奏者、アンディ・マクガンをはじめとしたアメリカで出会ったミュージシャンから彼が人生を音楽に捧げるきっかけとなる刺激を受けた。1974年にバークはダブリンに移り、かつてアイリッシュバンドプランクシティのメンバーだったシンガーソングライタークリスティ・ムーアと共同作業を行った。 続く数年間、彼はジミー・フォークナーやデクラン・マクリネスと共にアイルランド中で演奏した。2008年、ダブリン・アイリッシュ・フェスティバルでのケビン・バーク1976年に、バークは影響力のあるアイルランド伝統音楽グループボシーバンドのメンバーになった。1970年代後半を通じて、彼らはケルト音楽において、 最も刺激的なバンドの一つとして登場した。レパートリーの多くがアイルランド伝統民族音楽の核となると同時に熱狂と音楽的な技巧は若いアイリッシュミュージシャンの世代に影響を与えた。バークはフィドルのトミー・ピープルズと交代して参加し、すぐにグループにいなくてはならないメンバーになった。バークは彼らのアルバムのうち3枚。 オールドハグ・ユーハブ・キルドメ、アウト・オブ・ザ・ウィンド、イントゥ・ザ・サン、そして、アフター・アワーズに登場する。バークは、ボシーバンドのギタリストであり、ボーカリストであるミホールを、どうなるとともにバンドを一層音楽的に強固なものに発展させ、そして二人はすぐにデュオを始めるようになった。1979年にボシーバンドが解散したとき、彼らは、イギリスとヨーロッパをツアーで回り、 高く賞賛されたアルバムプロムナードをレコーディングした。1980年、バークとドーナルはアメリカに移住し、アメリカ国内をツアーで回った。その後にオレゴン州ポートランドに腰を落ち着け、2枚目の賞賛されたアルバムポートランドをリリースした。1980年代の初めに、バークは影響力のあるアイリッシュミュージシャンのアンディ・アーバインとジャッキー・デイリーと共に アイルランド音楽の伝説のツアーに参加した。互いに彼らはグループパトリックストリートを結成し、次の20年間に8枚のアルバム、パトリックストリート、ナンバーに、オールイン、グッドタイム、コーナーボーイズ、メイドインコーク、ライブフロムパトリックストリート、ストリートライフ、そしてオンザフライをリリースした。1992年、バークはマーク・グラハム、ポール・コテイ・ピッシュ、 サンデーシルビアと共に、ソロアルバムオープンハウスをレコーディングした。引き続き、オープンハウスというグループ名で3人は、バンドの核となり、他に2つのアルバム、セカンドストーリーと夫婦ワンドマウスを録音した。1990年代初め、バークは、スコティッシュフィドラージョニーカ・ニンガムとブルターニュの、フィドラー・クリスチャン・ルメトールと共にケルティック・フィドル、フェスティバルを結成して、 ツアーとレコーディングを開始した。共に彼らは6つのアルバム、セルティックフィードルフェスティバル、セルティックフィードルフェスティバル、アンコール、ランデブー、プレイオン、エキノックス、そしてライブインブリタニーをリリースした。2002年にバークは全米芸術基金からアメリカのフォークトラット音楽における最高の名誉ナショナルヘリテッジフェローシップを受賞した。近年バークは ゼットフォーリーと組んでインタンデムを録音した。さらに絶賛をもって迎えられたアルバムアクロスザ・ブラック・リバーと続くスイートの2作でドキュメンタリー映画音楽作曲家のカル・スコットと共演した。2007年にバークは自身の録音をリリースするためのレコード会社ロフタス・ミュージックを立ち上げた。バークはワールドツアーを続けている。彼は現在オレゴン州ポートランドに 妻と二人の子供と共に住んでいる。2014年、オーストラリアニコルズのジアビーファイクションセンターでの、ケビン・バーク・バークのフィドル奏法は、マイケル・コールマンやパディ・キロラン、ジェームズ・モリソンのスライゴースタイルから強い影響を受けている。バークは、自らのスタイルを、二つの世界の長所、つまり、ドニゴールスタイルのうねるリズムとクレアスタイルの滑らかな、叙情性,性の結合であると説明する。 彼は、その演奏法が、スライゴースタイルに基づいていることを認める一方で、アイルランド伝統音楽以外の多くの異なる音楽スタイルから影響を受けていることも認めている。例えば、彼の奏法の顕著な特徴の一つとして、多くのリールに用いている、すべての三つ目の八分音符の強調を伴った強い、裏パック下げ弓で強調する、伝統的な演奏アプローチに対抗した上げ弓での、 脅迫の表現がある。バークはまた、つくように隣り合った、開放弦を弾いて、脅迫を強調する。バークは現在ダブリンで働く、オランダ人、バイオリン職人、ミヒールド・ホーフ制作のフィドルを使用している。2000年、彼が、それまで使用していたトニー・マーティン制作のフィドルが、何回か修理を試みたにもかかわらず、不安定になってしまった。より安定した楽器を探して、 ちょうど一台の楽器を仕上げたばかりの友人でーフの店に向かった。楽器を思想したバークはその場で購入し、以来もっぱらこのフィドルを弾いている。ごくたまに、古いトニー・マーティンや、オレゴン州の制作家、ジェフ・マンソスのフィドルを弾くこともある。バークは、ピラストロー社の弦、オブリガートと、グスタフ・ベルナルデル作の松屋にを使用している。使用する弓はもっぱら。 弓の制作家として、有名な弟のエルバークから2000年の50歳の誕生日に贈られたものである。フィドル一式は、クレモナのマウリツェオリボーニのケースに入れて持ち運んでいる。音の増幅には、スタンドに、MBC-603 コンデンサマイクを立てている。時々、コンデンサマイクに加えて、ロニー・アーバーオーディオテクニック設計の、スイスカーマンサウンドポスト射精ピックアップマイクを、 使用することもある。ありがとうございます。